こんにちは、カリチャンネルののぞみです。今日はですね、イノシシのお肉を使ってソーセージを作ろうと思います。こちらのですね、電動ミーサーを購入しましたので、こちらを使ってイノシシの肉をひき肉にしてからソーセージを作っていこうと思います。ソーセージね、初めて作るんですよ。というか、このミンサーを初めて使うので、本当うまくいくかどうかドキドキなんですけれども、それではどうぞ。今回私が購入したミンサーなんですけれども、こちら福農産業さんの SG50 というミンサーになります。値段はね、2万円くらいです。結構ミンサーっていろいろあるんですね。なんかすっごい安いやつからプロレベルものものまであるんですけれども、私たちはちょっとプロ寄りのものを購入しました。それでは自分が取ったイノシシ肉を使ってひき肉を作っていきます。これはね、メスのすね肉になります。これで約 1.1 キロぐらいあります。で、昨日のうちに冷凍庫から冷蔵庫の方に移しておいて、今半解凍ぐらいの状態になってます。なんかこの穴の中にお肉を入れていくタイプなので、お肉をカットしてきました。ではやっていきます。肉の目の粗さなんですけど、今一番大きいのでやっていて、今度はもう一個小さいのでまた入れていきます。それではこちらをラップして冷蔵庫に入れてソーセージ作りの準備をします。カリチャンネル、それでは材料と道具の説明をしていきます。まずは道具からいきましょうか。大きめのボウル、これで肉を混ぜていきます。ゴムベラ、キッチンバサミ、タコ糸と待ち針、待ち針は消毒してあります。コンボ、綿棒、麺棒、そして材料ですね。お肉でね、イノシシのひき肉です。で、これがまあスパイス各種、この辺は適当にやっていこうと思います。白ワイン、コーンスターチ、コンソメ、ヨウチョウ、玉ねぎ、卵白だけ使うみたいです。卵白、はい、天然ヨウチョウです。オーストラリア産、ニュージーランド、オーストラリア、ニュージーランド産、4メートルも使わないので2メートル半分使っていこうと思います。多分2メートルも使わないと思うけれど、
では肉ダネを作っていきます。ここおばあちゃん家なんですけど、計量スプーンが探しても探してもなくて、なのでこの普通のスプーンプラス目分量で頑張ってやっていきます。あ、おまかにで大丈夫でしょう。肉ダネを混ぜる時のポイントというか、なんか最大のコツは肉を温めないことらしいです。なのでバットの下に一応氷的なのを入れてやっていきます。最高。まずはお肉ドカンと入れます。コンソメ2つまみこれかな。ナツメグ、ガーリック、スパイス2つまみ、ガーリックパウダー、ニンニク好きなのでいっぱい入れます。塩コショウ。なんかね、ブログで読んだらコショウも多めの方が美味しいって書いてあったので、2つまみだけどもいっぱい入れます。なんか一応いろいろ調べたら、結構皆さん牛との合いびきでなんか作ってる人が多かったんですけど、今日は分かりやすく皆さんにイノシシのひき肉の感じをお伝えするためにイノシシオンリーでやります。すりおろした玉ねぎ半分ぐらい、半分、卵白2個分、コーンスターチ 100g。 混ぜすぎると魚肉ソーセージみたいになるらしいので、なんか寿司飯を混ぜるみたいな感じで書いてありました、ポイントで。白ワイン入れるの忘れたので入れます。大さじ2。もし腸が破れてしまった時にタコ糸などで結ぶそうです。でこの待ち針は空気が入ってしまった時に空気を抜くのと、あとなんか最後に3センチ間隔くらいでソーセージにプスプス穴を開けていくみたいです。こちらの先っぽを結んでアタッチメントにもう片方をつけていこうと思います。これでいいんでしょうか。アタッチメントが3種類あったんですけど、最初中でこれやったんですけどね。でこれだとなんかね破れちゃったりしてちょっと大きいかなと思って途中で小さい方に変えました。なのでまずはこっちからやってみようと思います。
全然これアタッチメントの小でも肉厚な太いのが作れそうですね。はい、もうあのね、大惨事ですよ。破れまくってタコ糸で補修しまくったらこんなことになってしまいました。正式な手順はこの後2時間くらい干すらしいんですけれども、ちょっと悪戦苦闘してるうちに結構時間が経ってしまったので、このまま茹でて焼いていこうと思います。80度ぐらいで茹でるのがいいらしいんですけど、グツグツする一歩手前ぐらいでがポイントだそうです。じゃあ入れていきます。なかなか状態は悪いんだけれど、美味しいことを願い、穴開けてないソーセージが爆発してる。針に穴を開けなきゃいけないって私言ったと思うんですけど、半分開けるの忘れたんですね。で、どれがどれだか分かんなくなっちゃって、大丈夫だろうと思ったら、穴を開けてないやつは爆発しました。まあ、これも勉強。難しいですね、やっぱりね。勉強。決して見た目はいいとは言えないけれど、アタッチメントでやるのは結構慣れが必要かもしれないです。多分全部これ幼鳥取れちゃったかも、全部これ以外。一応焼く幼鳥ないけど。ないんだ。だからパチップチッっていうのがないかも。ないんだ。それではこんがり焼けましたので、いただいていきましょう。自分で一から初めて作ったソーセージです。こんがりね。いただきます。匂いはね、なんかそんなにあれですね、なんか独特な匂いとかしないです。あ、まだ普通にそのまま食べればよかった。つけちゃった。うん、そのままいきますね。やっぱりね、2回ミンチャーかけて、さらになんか腸詰めキットみたいなので3回やってるので、肉肉感っていうのは少ないんですけれども、
あと結構スパイス入れたと思うんだけど、スパイスもそんなに感じないです。てかね、癖とか何にもない。うん、普通に美味しい。うん、ビールとかと合いそうですよ。パギっていうのはね、今回結構破れちゃったりしたので難しくって、失敗は成功のもとじゃないですけど、成功したか失敗したかっていうと大失敗したんだけど、いやでもリベンジします、リベンジしようと思います、いつかちゃんと。これはね、一回やっぱりやらないと分かんないことがたくさん今回あったので、もうこれで大丈夫。もうね、次はね、いや美味しいんだけどね。はい、いかがでしたでしょうか。今日は私の初めてのソーセージ作りをお伝えしましたが、ちょっと次回リベンジをもう一度やって、おならしちゃった今あれ何分何秒でおならしたとか言わ絶対使おう。はい、いかがでしたでしょうか。今日は私の初めてのソーセージ作りをさせていただいたんですけど、まあひき肉にするまでは問題なく、あとはまあソーセージの工程なんですけど、多分2人以上いないとキットを使ってのソーセージ作りっていうのは厳しい。押す人とこっちで管理する人が必要だと思います。なので今度は絞り金とブチューってやつを使ってやってみたいなっていうふうに思うのと、ソーセージを茹でた時ですね、まあ穴を開けていなかったソーセージが半分ぐらいあったのと、あと茹でる温度が高すぎて幼鳥が全部取れちゃったのもあったので、そこを気をつける、この2個と、味付けはね、今回の味付けのやつってちゃんとしたところからレシピを持ってきたんですけれども、思った以上にスパイス感が少なかったので、次はスパイスもっと入れていこうと思います。はい、これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等もありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。